ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年11月30日、ホロライブの風間いろはさんが3周年記念配信をされたのですが、声が出せない状態にあるということで、画面に手書き文字を表示しての配信となっていました。アーカイブ4分から、風間さんはこのようなことを配信画面に書かれました。最初に、皆さんに少しだけお話をさせてください。お察しの通りですが、今、声が出ません。原因は、端的に言うとストレスから来る心因性失声です。お医者さんに診断いただきました。端的な説明すぎて誤解を招きたくないので。はっきり言うと、クロエの卒業とは関係ない。というか、もちろんすごく寂しいです。正直、今日の配信は前から不安でした。でも、それだけが原因ではなく、本当に誰が悪いとかないです。他のことも含め、心に負荷がかかりすぎた。それだけです。タイミングとかもある。でも全部仕方ない。誰も悪くない。強いて言えば、己が弱いこれです。明日、声が出るかもだし、ずっと出ないかもだし、わかりませんが。今日は、絶対、みんなを一人にしたくなくて、わがまま言って配信してます。ご心配をおかけして、本当にごめんなさい。声が出んなったんか、大変やな。まあ、クリエイターにとって精神疾患は職業病みたいなもんだからね。引っ越し屋さんが腰を痛めるのと似たようなもんだよ。予防しててもなるときはなるし仕方ないことだよね。いろはさん、ゆっくり休んでお大事になさってください。動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。